6月2日火曜日の山陽新聞ニュースです。新型コロナウイルス感染症の収束を願い、全国の花火師が各地で一斉に打ち上げるサプライズ花火大会が1日、岡山県内でも開催され、夜空を鮮やかに染めました。花火は午後8時、全国一斉にスタートし、岡山市の岡山城そばでは35発が打ち上げられ、赤や青、 緑などの大輪が咲きました。新型コロナウイルスの影響で臨時休園していた岡山市の幸楽園が1日、およそ1ヶ月半ぶりに利用を再開し、待ちわびた人々が午前7時半の開園とともに次々に訪れて散策を楽しみました。感染防止対策として、正門近くにはアルコール消毒液が用意され、スタッフは フェースシールドなどをつけて対応しています。岡山市は1日、飲食店での新型コロナウイルスの感染防止に向け、従業員全員のマスク着用などを努力義務として求める独自のガイドラインを発表しました。安全な環境整備の目安とし、緊急事態宣言解除の目標が続く、飲食店の顧客回復にも役立ててもらいます。 続いて天気予報です。6月2日、岡山県南部は晴れでしょう。最低気温は18度、最高気温は30度でしょう。岡山県北部は晴れ、明け方まで曇りでしょう。最低気温は17度、最高気温は30度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%。 岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞もしくはサンデジをご覧ください。